木原大臣は会見で、能登半島地震を受けて在日アメリカ軍に対し、物資輸送などについて支援を要請したことを明らかにしました。要請を受け、在日アメリカ軍は明日以降、小松基地を拠点にしてヘリコプターで能登空港に支援物資を輸送するということです。木原大臣は、現地で二次避難者が増え、自衛隊の輸送任務も大幅に増えたことから、物資輸送を滞りなく続けるため、在日アメリカ軍に支援を要請したと説明しました。アメリカ軍は2011年の東日本大震災の時も、友達作戦として支援活動を行いました。